2020年10月に発売になったグレイスコアシリーズ。今回は多機能シリーズのグレイスコアマルチを実際に使ってもらい、セハリ調整による材質性の変化と漕ぎやすさの違いを見てもらいました。ご利用者は左肩麻痺のある男性、通常は当社の AR201B を利用してもらってます。傾向としては常に左側に倒れ気味で、体を支えるために右手で肘掛けを握りがち。まずは初期設定の状態でグレイスコアマルチに座ってもらいました。しかしながら左側に倒れる傾向はあまり変わらないため、そこで背張り調整を実施。一番上以外のベルトをすべて緩めて、まずはお尻を奥までしっかりと入れてもらいます。そして一番上のベルトで頭部の前後位置を決めて、その他のベルトで体とシートの間の隙間を埋めていきます。最後に臀部サポートベルトでお尻の後ろの隙間を埋めます。果たして結果は、下がっていた左の肩がかなり上がりました。これで完了と思いきや、よく見ると左の膝がちょっと前に出ているような、右手も相変わらず肘掛けを握ったまま。そこで骨盤をもう一度見てもらったところ、骨盤が左に回旋していることが分かりました。そこで再度ベルトを緩め、骨盤の回旋を気にしながら座り直しをして、ベルトを貼り直した結果、肩のラインがほぼ水平になりました。そういえば、ぎゅっと握っていた右手も無意識に肘掛けから離れていますね。顔も楽に描くことができるようになりました。もともとの車椅子と比べるとこれだけの違いが見られました。グレイスコアマルチを漕いでもらって今までの車椅子と比較してみると、かなりスムーズにスイスイと漕げるようになりました。松永が目指すところ、それはまずは車椅子で体をしっかりと支えることで、日常生活に必要な手を体を支えるという役割から解放すること、そして移動、食事、洗面などの日常生活動作を少しでもご自身でできるようになるための環境づくりのお役に立ちたい。グレイスコアシリーズはそんな思いを形にするために生まれました。松永のグレイスコアシリーズ、ぜひともお試しください。